シュート決まった、有吉勝てた。ここは右足なのか左足なのか、左足のコーナーキック、橋本のキックです。ヘディングは足合わせた、決まった、山口先生よく合わせましたね。先制点は田中。前半の16分、合わせようとしたのかなという軌道ではあったんですけども、その後ろフリーになってましたよね、田中選手、生駒選手と長崎の江川選手ですかね、はい、が競り合ってますので、ショートコーナーのポジション取ってますから、森田上げてくる、ゴール前、うん、高く上がってキーパーが出るがこぼれてくる、決めた、押し込んだ、最後は染野、先制ベルディ58分、ホームチームが先手を取りました。染野は3試合連続ゴールしたね。その前に河村も潰れてましたね、しっかりボールに対して反応して、全員がこのセカンドボールに素早く反応した結果生まれたゴールですよね。加藤もちょっと受けに来ましたが、高木へのショートコーナー、細貝へダイレクトで浮かせて岩上落とす、チャンス、加藤背負って加藤入れてきた、プッシュ、先制群馬、セットプレーから最後は北川蹴り込みました。ホームの群馬が先制、前半18分、セットプレーからしてやったり大槻監督、これを拾った加藤がゴールに背を向けてるんですけれども、反転からのクロス、また股の下狙ってますけれども、はい、多分北側が見えててあそこに出したではなく、あそこに誰か人いてくれっていうようなパスでしたけれどもね、はい、中村大輔もあそこ体をしっかり寄せているので、はい、旗をゴール、旗を落とし、最後は反転振り向き球のボレーシュート、加藤の右足、群馬に大きな追加点、2対0。少しディフェンスがボールウォッチャー気味なのか、あまりにも加藤を振りにしすぎてますよね。加藤のポジションはゴールに直線的な線上に立っているわけですから、あそこに対するやっぱりポジション取り、取り直す必要はディフェンスはあると思います。はい、なんとか早い時間に1点を返したい岩手です。セットプレーのディフェンス、ここも思い切ってディフェンスラインをご覧の通り群馬が上げます。中村敦孝、柔らかいボール、ヘッディング、シュート、クリスティアーノヘッド、中村大輔のこのセットプレー、左足から後半の頭から投入されましたクリスティアーノのヘッドで1点返しました岩手。さあすぐに1点を返しました。はい、前に引っ張られてクリスチアーノをフリーにさせてしまいましたかね、はい、こんなコースも見事でした。これはキーパーノーチャンス、さあ今度は右から帰ってきた、浮かせた、すぐさま突き放す群馬、スタメン復帰の長倉、ちょっと足を痛めたのソフリー見せました。そうですね、少し足を痛めて左のハムストリングですかね、しかしトップスピードで、ね、しっかり松山の状態体勢を見ながらループシュート、この前落ち着いていました。白は打ち込んだ、片尾もヘッドから今日ワンゴールワンアシスト、よくディフェンスの前に入ってヘディングしました。まあ、一つ言うならば守っている方小松が待ってしまったってことですね、はい、ハイボールの対応のところのまま失点をせずにゲームを争うという意識の高い、
もう最初から3バック、まあ、5バックで対応するようなポジション取りですね。そうですね。平松です。おお、平松チャンス。平松だー。いやー。右足一閃。途中投入からすぐさま点を奪ってみせました平松修。群馬ホーム最終戦で大爆発、なんと5ゴール。シュートコース。思いっきり振り抜きましたね、右足を。起点を作りました、うん、ただ池田に対してもう一回これ拾っていきます。そして福村、このクロスはどうか、ヘディングシュート、どうだ、先制ゴール FC 琉球、前半17分。いやもう本当に琉球のボールの動かし方の形からですけど、あ、この福村選手やっぱ質ですよね、まあ、それに対する野田選手のヘリ、あ、池田選手のヘディングの強さありますけど、まあ、やはりあそこにボールをあのスピード、さあこう一人で自ら持ち上がってきました田辺。そしてヒットも入れながらクロスまで行くが、このボールを拾ってさあ戻した、シュート決まった、同点、熊谷アンドリュー。前半終了間際追いつきました、ジェフナイトと千葉。このゴールは大きいですね、やって本当にいいシュートでしたね、まあ、もちろん田辺選手のここのボールを一人で運んだってことは大事ですし、まあ、これに対して千葉も人数かけてましたから、まあ、しっかりと高木選手も前向きの熊谷選手を使えたっていうのが良かったですね、はい、まあ、熊谷選手も力で振るんではなくてしっかりとこうコントロールシュートとしてしっかり、こぼれ球はこれを先にと触りに行った池田ですが、逆にカウンターになるか千葉、さあボールが出ました、チアゴでレオンソ、チアゴでレオンソかわす、シュート決まった、シュート決まった、千葉勝ち越し点2対1、チアゴでレオンソ、このカウンターから決めてきました。キーパーよく飛びついたんですが、その下アウトですね、右のアウトサイドで逆サイドを仕掛けましたね。投げ空いているスペース、ここ川野、川野からチアゴアベス流れてきた、ここ川井のシュート決まった、チアゴから川井、先制点は岡山。マイナスのクロスを見事に流し込みました川井。川井は移籍後初ゴール、受けて中への折り返しですよね。少し秋田の方もボールウォッチャーになっていったんだと思いますけども、川井選手が、ね、うまくフリーになって、まあ、難しいシュートですけどもね、うまく右足当てて逆サイドサイドネット持っていきました。リューク落として柳のところ潰される。さあ今度はカウンター、秋田、青木、さあ縦速い、斉藤、斉藤独走、シュートだー決まった、秋田同点、今シーズン3ゴール目、斉藤速い、ぶち抜きました斉藤、速かったですね桂さん。いやそのままの勢いで右足振り抜きましたね。はい、香川から竹収めたワンタッチで、さあクロス小暮、うわあ、フリー決めた秋田、ここで逆転、青木か、アディショナルタイム入ったところ、小暮から青木、あーゴール前もね少しマークつけていませんでしたね。後半アディショナルタイム、秋田が逆転ゴール、ニアにディサロ、ここは中央狙ってきた野田が飛ぶ、川井歩拾って前見てます、野田を狙っていく、野田が飛ぶ、ディサロー決まった、ディサロ先制したのは山形、前半のアディショナルタイム、ディサロが決めました、今シーズン6点目。しっかりとこう合わせ切ったところがしっかり、まあね、枠を捉えたっていう、先の足に当たって国部がクリアです。ここの落下点にはディサロが追いかけていく、おっとこのボール、ディサロが追いかけていく、ゴールに吸い込まれていった、
ゴールに吸い込まれていきました。今のボール、これで山形追加点。まあ、プロの中でもこう起きるっていうところはね、なかなかないですけどね、声でカバーできるところですけどね。とここはボール失いました。さあ、ここは南から入ってきてチアゴ・アウベス。山形試合を決定づける3点目、チアゴ・アウベスのゴール、3対0。山形関してはもうこれはもう自分たちの、まあ、軽率なミスですよね。まあ落ち着いて、さあ切り替えをした、今度は後ろに入れてきました。頭で落としたところ、こぼれたカルロス・グティエレス。20分ホーム栃木先制、セットプレー絡み、最後決めたのはカルロス・グティエレス。まあ、かなりこうここで一人フリーにしてヘディングのこぼれ球を、まあ、グティエレスが押し込んだと、はい、佐藤ですかね。そうですね、はい、だから本来もう少し前ですよね、全体にさ、あの守備をしてますね。まあ、そのあたりは今度は栃木はその水戸の立ち位置を見ながらのつなぎということになります。さあ黒崎が前に出ました。中3人入ってきます。黒崎かわして左足、そのまま運んで運んで最後は左足でフィニッシュ。黒崎栃木に追加点。29分、イメージ通りですかね、はいはい、ちょっとドリブル長くなりましたけどね、かわした時にまあ相手がねちょっと滑ったっていうのももちろんありますけど、まあ、うまくコースを狙って素晴らしいゴールだと思いますね。まあ、当然対峙をする守備の選手からすると黒崎で今内側斜めに入ってきたのが黒石、はい、そう、黒石がね入っていったんですよね。さて今度は前に出ました椿、折り返して木下、そのまま最後はゴールインという形になりました。どちらかというと、まあ、あれば今このような、ね、ゴールになるような、はい、落ち着かずのボールを、ね、入れたのも非常に良かったと思いますし、やっぱりこう守る方としても非常にこう処理が非常に難しいので、まあ、押したり。さあ富山決まりました。87分、富山 PK、 水戸同点です。完璧にコースを狙った、はい、素晴らしいシュート。そこは今大島が見ていますが、間に高岸こぼれている、シュートが来た、富山です。富山96分、最後こぼれたところに反応しました富山、水戸逆転2対3。山田が粘ったんですね。ここですね、はい、粘ってこぼれてきたボール、がまだこう仙台の立ち位置をつかめてない人ですね。さあここに八塚スルーパス受けてシュートいった、決まった、先制富樫。早い時間帯に先制したのは仙台です。前半開始の4分、先ほどと同じような決定機、今度は仕留めました。左から右へ持ってくるところのスイッチのところと、まあ、前線2枚いることの良さが出ましたし、まあ、その前の中山選手のチャンスからしっかり富樫選手を決めきると、ツートップがそれぞれの役割を感じながら守る仙台に対して仕掛けてくるのは中に入れてくるヘディング、ここは同点に追いついた。変わった選手が流れを変えてコーナーキック、それに合わせて同点ゴール熊本。まあ、落とすところも意図的に落としながら自分が入ってくるスピードを落とさずにヘディングの威力につなぎましたよね。まあ、これ仙台の選手、中山選手が触ってしまったところがありますけども、まずここでフリーにしてしまったというところは仙台としては少し空いてしまったところ、まあ、ただ熊本としてをかけて勝ち点3を巡るこのコーナーキック、ニアサイドにヘディングだ、ホギーニョ勝ち越し。なんとドラマチック、ユアテックスタジアム仙台アディショナルタイムで
下がると、まあ、遠藤選手のキックの質は本当に素晴らしかったですし、まあ、キーパーの佐藤優也選手を出させないスピードと、まあ、あとは荻野選手ですね、コーナーキックになった瞬間自分が遅れながらフリーで入っていったんです。内村から1本、中村拓海触ったボール、杉浦左足ボレー、先制金沢、左足のボレー、杉浦瞬間に少しゴールの位置は見てると思うんで思い切って振り抜きましたよね、はい、で背中におそらく横浜FCの選手感じてたと思うんですけど、瞬間的に少し時間はあるなっていう感覚で孫が狙ってました。藤村はスペースを見ていた、杉浦恭平、中林、大石も来る、杉浦から林が来た、追加点、金沢2点目。まあ、林の動きだし、でこのドンピシャのゴール、まあ、最後はおそらく飛び込んできたブロダースの股抜いてると思うんですけど、落ち着いて決めましたね、林飛び込んできた。で金沢からすると、まあ、2つの得点でリードしてるんですけども、おっと杉浦落とす、林左から松本が来る、自分でいった、おっとこぼれた、松本だ、金沢さん、広谷セカンドボール反応する、信じて走る、横浜 FC の選手よりも1歩2歩速いですよね。もう打った時から松本博也がしっかり詰めてますから。亀川アウトで入れる、山下カバーがありました、藤村取り返す、田部亮、山下足元つける、長谷川、長谷川、長谷川つながった、クレーム1点返した来ました。そこに対してしっかりとインサイドで、まあ、クレーム流し込む、まあ、受けた場所がすごく良かったですし、一つ手前の柔らかいボール、クレーム今日2点目、高い高いヘッドクレーム、もうシンプルイズベストなんですけども、まあ、立つ場所とやっぱり身体的な強さ、少し側頭部あたりに当たって、まあ、白井からするとやっぱり少し逃げていくボールなので、そうですよね、まあ、首の強さと、サイドバックの2人がこの位置でプレーしてますからね、うん、はい、西谷から児玉に一度当てる、外に開いた新井のクロス、こぼれた、浜下のシュート、先制徳島、前半18分、試合ぶりのスタメン、外から狙いすまして、ボール入れられました。まあ、一度はね、まあ、クリアはされますけど、中に人数をかけることができましたからね、こういうシーン、なる可能性、袴田、新里も上がってきています。今ゴールから一番離れた位置、後ろから抜けてきてシュート打ってきた、このまま決まりました。少しブラインドの中、最後スアレスの手をかすめてゴールネットを揺らしました。から、まあ、最後ワンタッチはあったと思うんですけどね。これはサインプレー、うん、完全にフリーにしましたね。大外か、右サイドで受けるのは浜下、中切り込んでいった、2人かわして、ゴール前に藤尾が入ってくる、その藤尾へ再び突き放しました。試合時間63分、プレーオフに王手を、このクロスも間にうまく入ってきましたよね。これは半分浜下のゴールだと言ってもいいぐらいの仕事だと思いますね。今日1ゴール1アシストですからね、浜下、そうですね、いやこう裏に抜けてくる AUC 亮、足元収まった、中には藤尾、逆サイド西谷、クロスが来て西谷のいるところ、藤尾が体に当てて、そのままゴールネットにいらした。今日2ゴール、藤尾翔太、リードを2点に広げました。あの元で、まあ、出したクロスの質だと思いますね。最後どうでしょう、頭でしたか、胸でしたか、はい、落ち着いてましたね、藤尾落ち着いてましたね。これだけ滞空時間の長いボールに対して後ろも見えてますしね、本当に余裕を持ってうまく叩きましたね。
が素晴らしいですね。おー、早めに裏に出していったいいボールが通っていった。リラの前に来た、残した、マッチアップ右足で強烈だ、強烈突き破りました。イゴールのゴール、先制ヴァンフォーレ甲府です。いい状態の選手をしっかりこう使えるといったところ、はい、まあ、それを信じてイゴール選手がしっかり入ってきて、まあ、インセプトでしっかりこう抑えてボールを押し込むような、ね、この体重を乗せたシュートだったので、まあ、手を弾いてバーにも当たってしっかりゴールに入ってきましたね。ゾーンで守る甲府、そこに早め直線的に入れた大外、太田修介折り返す、面白いところだ、ヘディングだ、同点、追いつきました。長野戦85分勝ちだ、同点、ようやくセットプレーから点を取りました。超えたボールに対してまずやはりここでポジショニングといったところ、まず競り合い、こちらは急ぎません、上がりを待って、オーランダス、こぼれてきた、ヘディングだ、94分、この背後抜けてから競り合った中でよくクロスにしましたよね。あとは森田選手のこの人に強く自分が体勢崩れることなくしっかりとボールにチャレンジをしたヘディングシュートですよね、まあ、本当にこの天皇杯のいい流れを